はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットをやっていきたいと思います。今回はですね、この型のハービンを SWBC じゃなく、春の天皇賞にもう挑戦させたいと思います。これですね、ゴールドシップ横乗り、横乗りがゴールドシップに乗るんだ。うわー、横乗りかー、やべえな。なんだろう、お、なんかキノコとまったけというわけですね。あ、状態が落ちてる。調子をなんとかしてあげないと。大根か。もうこれ2周しかない。良い、馬体重をベストに近い状態保っていれば、状態もいやおうなく上がるんじゃないかなと。調子回復でいこう。さあ、これでいい状態にできたかな。うん、好調ですね。基本的にまあ落ちることはないと思うんで、なるほど。これをベストの状態で、出せます。さあ、ここも5連勝なんで、いくら横山紀洋が乗ってくれなかったとしても、まあ逆にそれ見返してあげたいですよね。もしそうであれば。ミキオですが、同期ですね。横山紀洋と。グリグリです。まあ。ゴールドシップを選んだことを、恨むがいいよ、横山紀洋。って言いたいですね。ゴールした後は。とか言いつつ、ゴールドシップのターンを買うんですけどね。魔除け的なものとして。あとは、サウンドオブアースかと、絆のターンも買っとこう。カレミルティックもかな。カレミルティックは10枚でいいや。まんまけになるんだ。結構印集めてるのにね。はい。では、レース行きたいと思います。GO!さあ、京都競馬場。天気は晴れ。馬場状態やや重ですね。サウンドオブアース、絆、
カレンミノティック、ゴールドシップ、デリー&ルビー、ラブリーデー、ラストインパクト、ウィンバリアシオン、北高ブレイブ、そして型のハービン、フェームゲーム、もう一頭。白鳥が飛んでいきます。そう、アドマイアデウスですね。さあ、9位の壁を越えろ。といってもメルボルンカップ取ってますからね、同じ3200で海外遠征のふりを抜けて、おっと先頭に立ってしまったよとカレムルティックに借りました。下手に先頭に立たない方がいいですからね。まあ3200はもうあのメルボルンカップで制覇気味です。まあレースの格ですよね。ゴールドシップとかあの絆とかラブリーデーとか強いです。強い馬がいますからね。さあ1周目のホームスタンドに戻ってきました。3秒3だからバーケテン割には速くはない。結構な天皇賞春ってあのスタートは結構すぐコーナーなんで先行争いが激しく、で中間すごく収まってラスト3ハロンで上がり勝負っていうのが結構多くて、まあ折り合いも結構鍵になるんですけど、今回は結構ペース遅いな。まあ馬場状態が影響してるのかな。まあ上がりの競馬になることは間違いないでしょう。縦長でも結構縦長なんですよね。おーっと坂は上がっていく。美しい。基本的には河川沿いの平坦なとこなんですが坂作ってんですよね。さあ外コースに入ってきました。3コーナーへ。さあよく見るあのシーンです。おっとゴールドシップのまくりが鋭いぞこれ。おっとなんか飲み込みそうだゴールドシップが。しかし差し返しにかかると絆がいい伸びをしている。さあ粘れるか。頑張れ。やった勝った。やりました。マーベラース。あこの3200長距離ではありましたが期待に応えてくれました。メロン行きましょう。これで放牧です。はい、これに700万いきましたね。いろんなものをもらいましたね。ショートケーキとか。嬉しいですね。はい、というわけで、ガチャが、700枚なんで、引けるようになりましたが、ガチャの様子はまた別にお送りしたいと思います。まあ、緑巻き場をのみ引けるガチャとかあるんですけど、基本的にってわけじゃないな。一番上の、緑が巻き場をガチャか、緑巻き場を復刻ガチャを引きたいと思います。まあ、緑巻き場をガチャですよね、引くのは。サトミアーゾン、ニトニクスに緑巻き場は 1% ということで、次回、こちらのガチャを、引きたいと思います。こちらは一旦失礼いたします。
はい、またいつものことですが、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。ブログ、ツイッターをやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければアクセスしてください。また高評価コメント、この動画の SNS を拡散も歓迎しております。この動画最後の20秒で関連動画プレイリスト流れます。よろしければそちらもアクセスしていただければ嬉しく思います。はい、というわけで、スターホースポケットを動画をお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。